をしているんだ君は。すぐに出たまえ。今出ていくのは無理だって。しかし私だってその、デイオーバーでは少しの間我慢しろ。以前の君はそういうことを言う女性ではなかった。私が変わったのではなく君が変わったのだとは考えられないかね。おい、何か硬いものが私に当たっているんだが。それはまあ男の生理現象ってやつで。まったく、こんな時に。いや、こんな時だからっていうか。気に病む必要はない、先生。いやね、ちくしょう。一条美月のことは忘れるんだ。彼女はもうすぐいなくなる。セントラル街の喫茶イブニングで待ち合わせよう。なんで急に。君に見せたいものがあるんだ。Thank you.